だったのだから、ゆかたれいにゃーです。本当だったら今日は新潟の新潟新潟祭りだったみたいなんですけど、今年は開催されないので、こうやってオンラインで画面越しでお祭り気分をぜひ味わってください、一緒に。え、日本人っぽいって言われたけど、私日本人日本人っぽい、和風ってかことかな。でもちょっとね、大人っぽいシックな感じの色合いなんですけど、こちらアイニャからお借りした浴衣でございます。アイニャと交換庫しました。お互いおしゃべり会で2日間浴衣の日があるので、ハートありがとう、たくさん。完成されたレイニャですか？そうです、完成されて、しかも崩れかけてるレイニャです。あのね、今日本当に時間がなくて、あのね、やばかった、私2時間週家出なきゃいけない、3時間前ぐらいに、ま、起きたんですけど、起きてすぐ顔洗って、とりあえずもうすぐさまファンデーションします、ベースメイク完了、よし、ベースメイク完了したから先髪やっちゃおうって思いまして、髪セットしようとしてたら、もう全然、昨日練習したし、一昨日も練習したし、うまくできたのに、なんで今日にかけてうまくできないのって感じで、気づいたらもう多分2時間ぐらい経ってて、はあ、とりあえずご飯食べるかって思って、片方完成させた状態でご飯食べてご飯はしっかり食べました。で、右左完成させて、よし完成したって思ったら、もうあと3分で家出なきゃみたいな、まあ、マジかって思って、もうバタバタして家を荒らして出ました。メイク遡ってみてください。私メイク、ベースメイクしかしてません。そうです、メイクしない状態で家を出ました。浴衣も着ないで家を出ました。ギリギリっていうか、もう間に合ってないよね完成されたレニア見れて嬉しいいや、だから本当に会場ついて浴衣の着付けダッシュでやればいいやと思ったら、浴衣の着付け隣でつぐもやってたんですけど、なんかトイレで着替えようとしたら、なんかトイレからめっちゃポップな曲が結構な音量、大きな音で聞こえてきて、え、誰曲トイレで曲聴いてるのって思ったら、まさかのつぐみで、つぐがなんかみんなのトイレを占領して音楽流して、部屋、自分の部屋かのように荷物を広げて着替えてて、えっってなんだっけな、バウンディさんの曲かな、あ、そういう感じかと思って、隣失礼しますって言って、一緒に、つぐも今日浴衣だったので浴衣の着付け一緒にやってたんですけど、お互いできないできないって、もう多分お互いにお互いのことを助けを求めてるんだけど、でもお互い本当に自分に必死すぎて、できないできないっていう言葉が飛び交う10分間で、結局10分で浴衣の着付け完成せず、2人で一緒に「終わらなかった、あと5分で始まっちゃう」って言って楽屋戻って。5分でメイクしました。やばくない、今日のスケジュール、今日めっちゃハードスケジュールでしたえ、5分でメイクしたんです、私全然自慢できる話じゃないし、これは本当になんなら謝らなければいけない
来てくださるファンの方に謝らなければいけないことだと思っています。でも本当にできなかったんです。とりあえず上だけこう綺麗になってればいいやと思って、一部は本当に、下はちょっとお見せできませんでした。焦った。すぐはメイクしてたけど、私ガチでファンデーション以外何もしてなくて、でやっと2部3部3部で完成したかな。まあ、だから一部来れた方は逆にレアですね。まだ完成してない状態。でね、一部楽しかったよ、ありがとう。一部だったから全身見せてもらえばよかった。あ、言われなくてよかった。一部全身見せては一人も言われなかったので、はい、まあ見せてって言われたらちょっと履いてないのって言ってました。嘘ついてました。ちょっと気使ったもん。え、やばい、気を使わせてしまっていて、いた私。インボスターありがとうございます。でも本当に一部着付け終わらなくて、全然上手にできなくて、一部終わった後に一人で YouTube 見て必死にやってたんですけど、休憩30分ぐらいあって、30分ほぼずっとかけてやってたんですけどできなくて、そしたらそれを見てたみゆみゆが大丈夫ですかって声をかけてくれて、もう泣きつくかのようにできないって、後輩にできないって、ね、泣きついたら、でも最初は自分でこれをこうすればいいのかなみたいな感じで教えてもらってたんだけど、でもだんだん多分みゆみゆも、あ、こいつできないわっていや、そんなことは絶対思ってないけど、多分私ができないっていうのを察してくれたのか、やりましょうかって言ってくれて、もうその一言を待ってたかのように、私はえ、いいんですかって言って、もう全部バッてもうほどいて、もう最初からやり直してもらいました。最初からよ、もうこの一回開いてパタパタって折り込むところから、もうなんかここのね、ちょっと今もうぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、ここ私身長が低すぎて、ここの余る部分が普通の人の多分倍ぐらいあるんですよ。このそこのここの部分がめっちゃボコってなっちゃって、すごいおデブちゃんみたいに、おデブさんみたいになっちゃって、難しかったんですけど、みゆみゆが見てお花みたいにしてくれたの、広げて、これ全部みゆみゆがやってくれました。もうみゆみゆに感謝、本当にみゆみゆにお菓子の差し入れ、いやお菓子なんかで足りないよ、もう本当にもう高級フレンチコースのレストランにも連れてかなきゃなってぐらいの気持ちでカフェに行きたいと思います、一緒に。それで美味しいものを食べさせてあげます。もう何でも。確かにアイス好きだからアイスも買ってあげよう。本当にみゆみゆにもう助けてばっかりで情けないです、私。また連れて行かないとアイニャに何か言われそうだ。確かに今度はアイニャも誘って、
もう私みゆみゆと一緒に住みたい。でも多分そしたらみゆみゆがめちゃくちゃ迷惑だと思う。もう何でも何でも頼っちゃうと思うな、みゆみゆと一緒に暮らしたら。いやー、今日もそんなこんなで慌ただしい一日でしたが、おしゃべり会はすごくすごく楽しかったです。本当にもう2日間幸せだった。悲しい、この2日間マジで楽しかったです。ハートたくさんありがとうございます。かわいい、嬉しい嬉しい、ありがとうありがとうございます。藤崎家に入るのは難関みたい。ミュウミュウめっちゃ早起きだ。え、早起きは全然ついていけます。私全然。でも確かにな、めちゃくちゃ厳しそうだな。あのしまったものをあの勝たさなきゃすぐ勝たされそう。まあって言って、もし本当にお姉ちゃんだったら。ミュウミュウって A 型かな。私は O 型、どっからどう見ても O 型です。もう O 型すぎるよね私。めっちゃかわいい、ありがとう、嬉しい。髪がボサボサすぎますが、そこは触れないでください。え、なんか金魚水槽、金魚が入ってる水槽初めて見た、ありがとうございます。スイカもありがとう。めっちゃ可愛い、ニコも嬉しい、ありがとう。規則正しい生活で言ったら私もあの全然規則正しい方だと思います。ゆみは出しっぱなしに厳しそう。私あのちゃんと片付けるんですけど、あの出しっぱな時間が長いんですよ。なんかもう片付けようと思ってたのに言われる時ってあるじゃないですか。お風呂入ろうと思っ、今からお風呂入ろうと思ってたのに、なんかママにお風呂入れって言われた時みたいな、宿題やれって言われて、いや今からやろうとしてたんだけどっていうやつあるじゃないですか。それって本当に本当だと思っててフ私本当に片付け好きだし掃除も大好きなんですけど、汚すのも得意なんですよ。汚すのも得意だし掃除するのも得意です。だから片すからちょっと見ててってそう、汚くする天才だと思う私本当に。え、でも私今日家出る前本当ゴミ屋敷みたいになんかもう服広げて、パジャマもバン、化粧品もバンバンバンって広げたまま家を出てしまったんで、もう本当に帰るのがもう気が引けたんですけど、でもさっき帰ってきて配信する前のちょっとの時間で元通りの部屋に戻しました。今だからめっちゃ綺麗です、部屋。あの汚すのは本当に得意なんだよね。でもちゃんとあの片付けです。だから、まあ、大型ですってことですねそういう点、あんまよろしくない天才、そういう天才なのでゴミ屋敷は言い過ぎた。あのいろんなものをちらば床に置いたままにしちゃう。リンクドルクとか広げちゃう、めっちゃ。だからおしゃべり会の時の机もめっちゃ汚いです。結論大型です。ハート
当ありがとうございます。メイクするときは誰もが汚い、いや、あ、嬉しい、分かってくれて。もうメイクするときも全部とりあえず広げちゃうよね。その方がね、短縮、時間短縮。変なとこにこだわる大型、わあ、それマジで私です。大雑把だし、そうやって汚すくせに、なんか片付けの細かいところとかでめっちゃ厳しいんですよ。なんだろうな、私自分の家のことめっちゃ厳しい。親とかが新潟の私の家来た時とかに、それ触んないでみたいなえ、それそこじゃないみたいなめっちゃ言うんですよ、私汚すくせに外から入ってきて、まあ、普通に外の服でベッドに乗りたくないとか、まあそれはまあ普通だけど、あと一番気になるのが洗濯の干し方。洗濯の干し方って本当にお家によって違うじゃないですか。まあ、実家暮らしだったから、まあ、でも実家の時は自分で洗濯しなかったからあれだけど、バスタオルを洗濯バサミに挟むのが本当に嫌なんですよ私。バスタオルは洗濯バサミじゃなくて、こういうハンガー、長めのハンガーをこうかける感じでやるのが本当に私の決まりなんですけど、あと靴下を2枚重ねで干すのもダメです。ハンガーにかけたい。スカートとかは洗濯バサミでいいんですよ別に。本当になんか意外とこだわり強い大型です。ホシホシがないときは仕方なく2枚重ねして、でもそれもめっちゃ考える。タオル基準で洗濯します。タオルハンガー2個しかないから、それ基準で洗濯を終わらせ、え、そうだ、1個言うの忘れてました、やばい、秘密にしてたことがあります。今日の1日の話で、私本当にこれ私のなんか癖、悪い癖っていうか、なんか楽しんじゃってるのか分かんないけど、時間ない時に、時間に追われてる時に限って、なんか別に今やらなくていいことをやっちゃう時ってあるじゃないですか。私全然時間ないって分かってたのに、洗濯朝回しちゃって、まあ明日から雨だったっていうのもあるけど、洗濯干してたわ、そういえば朝。うわ、洗濯ちゃんと干したりしてたくせにメイク終わらせずに、浴衣の着付けもせずに家を出ました。え、あるよね、なんかめっちゃ時間ない時に爪切り始めちゃったりなんかよくあるんですよね。なんか時間ない時に急いで一気に詰め込むスケジュールが好き。終わった時の脱力感が最高。今日も最高です。今日一日頑張ったわって感じしますね。時間に追われて頑張ったわって、まあ間に合ってないですけどり家出る前にやりたくなるよね。もうあと2分で出なきゃいけないのに、え、待って、爪切りたいみたいなめっちゃある。大型なのこれ、大
小型の特徴なんかこれ。焦らないとやらないタイプ。ああ、正解。多分そう。そう思いたくないけど多分そう。でも今日は本当に頑張った。なんか今日書き物が。あって書き物があって、それが結構イラスト描いてメッセージ書いてっていう感じで、結構サイン書きよりも結構大変な作業だったんですよ。それを休憩中に昨日からずっとやってて、この2日間で終わらせました。その達成感もめちゃくちゃあるし、初中、あ、そう、残暑見舞いのやつです。そうです、サマーグッズのやつ。ちゃんと全部違うイラスト描きました。褒めてください褒められることじゃないけど、私本当絵描くの苦手だからちょっと参考にしながら描いたんですけど、いろんな絵描いたよ。カニとかイルカとかかき氷とか、ビールの絵も描いた初めて。あとカブトムシの絵も描いたよカブトムシ、ひまわり、人で、船、トマト描いてない。トマト描いてない。なんでかっていうと、赤のカラーペンがなかったからなんかすごいカラーペン用意してくださったんですけど、赤なんて絶対一番使う色なのに、なんでって思いながらも、赤がなくて、オレンジはあったので太陽とかは描きましたね。あ、でももう仕方なくスイカオレンジで描きました。オレンジ、薄いピンクみたいな。赤がないの結構きついよね、夏の絵で。昨日ちょっとさ、メンバーみんなさ、赤ない、 赤欲しいみたいなめっちゃ言ってたのに、次の日赤用意されてるかなって思ったら全然赤なかった黄色いスイカ、かえちゃん、赤ないから黄色いスイカ描こうって言ってた気がする。今日トマト食べたい。ちょうど切れたわ、買わなきゃ。アピール届かず赤ないのは結構きつかったですね。でもたくさん絵描いたこの2日間。なんかそれも楽しかった。でもお絵描きすることあんまり、 あったわ、イラスト対決で、あ、イラスト対決じゃない、絵しりとりでいつも描いてた。でも絵しりとりの絵10秒しか描く時間ないから、私もううまく描けない。私の上手な絵を見せたいのに伝わらない、10秒じゃ。イラストなのかって、あれはそうだね、イラストでもお絵描きでもないわ最近ひどい、やばい、言われた。いや最近マジでひどい。ニャーニャーの中でもちょっと悩んでるんですよ。ちょっともうこれひどくないって、企画としてでガチで反省してます。絵が描けなすぎて、伝わらなすぎて、お互いに。ニャーニャーだけ分かり合える時が最近ないんですよ。最初の頃はあったんだけど、画力落ちてきた。あ、でも成功する気ないからね、絶対成功する気ないよね、あれない、いや、ないです、ないでしょ、あの絵は一回
目のしりとりが本当に神すぎた。あ、1回目なんだっけ、ギラギラとかラッコとか、あ、スミレのやつだっけ、え、なんだっけ、奇跡起きすぎた最初の頃。あー腰が痛くなってきた。浴衣ほんと姿勢に気を使うからすごい今日一日体がめちゃくちゃ硬くなって固まった。編み込みもずっとさ、ずっとこうやってさ目をギョロってやってやるからさ、もう目も疲れたし、もう配信終わったらすぐさま浴衣を脱ぎます。今日身長伸びたんじゃない、え、伸びてたら嬉しいけど、今日つぐとね、つぐとみゆみゆも浴衣着てて一緒に写真撮ったんですよ。ちょっと見てほしい、なんかやばい、私ちっちゃすぎて見て、なんか赤ちゃん子供一人いるみたいな、一番大人っぽい浴衣のはずなのに、すごくない、横一列やで、これもう 笑っちゃうよね、これちっちゃすぎて。ミュミュが身長高すぎる、お姉ちゃんに挟まれた妹。でもつぐが最近お姉さんなんです。可愛いし癒しだけど、なんか最近お姉さんになりすぎててちょっと寂しい。末っ子感満載私つぐより年上なんですけれども、つぐ最近お姉さん化してない、可愛い、メイクもなんか大人っぽいし、最近ねえ、すぐ見るたび可愛いって言っちゃう。ミニアも綺麗になってるやん。本当？浴衣美人ですか？でも髪型が可愛い系だからな。浴衣とちょっと合ってないかな。イヤリングもね、ちょっと可愛いやつ見つけたんです。懐かしい、これ昔さややさんからタンプレでいただいた。プレゼントでいただいたイヤリングなんですけど、めっちゃ昔にさややさん、全然お会いできてないです。元気かな。ハートありがとうございます。昨日と今日のギャップがいい。そうですね、ギャップ狙いました。昨日と今日、昨日は本当にもう大人っぽかったでしょ。あれは大人っぽいってたくさん言われました。昨日の服好評だったな。でもやっぱみんな多分鎖骨が好きなんだろうなって思ったよね。大人っぽい服っていうところよりも鎖骨出してるとね、女性らしさ出るもんね。ここの首元、浴衣はねめっちゃもう、がっつりしまってるからちょっと品のある感じで。でもここ空いてる服の方が好きです。私その方が顔がすっきりして見える。鎖骨好きだからまた昨日の服着てほしい。鎖骨好きだから鎖骨好きだからってちょっと鎖骨ロス鎖骨ロスって初めて聞いたんだけど、そんなに見せてないよ。好きっていうよりデコルテ好きです。いや一緒でしょ、デコルテも鎖骨もちょっと言い方いい感じに言ってるけど、デコルテライン方かわいい、嬉しい、
可愛いでしょ。でももうお腹が苦しくて苦しくて苦しいです。お昼食べた後も苦しすぎてもう眠かった。お昼食べて写真撮り行ったんですけど、今日写真たくさんミハンに撮ってもらったので載せますね。ミハルがめっちゃ動きやすい格好しててすごいカメラマンさんになってくれて、いろんな角度からたくさん暑い中写真を撮ってくれて、私とつぐとみゆめのスリーショットも撮ってくれて、みはるカメラマンです。今日はこのままシンデレラ配信、いや死ぬ死ぬ死ぬ腰死ぬ、おなんか苦しい脱ぎたい、アイニャに返さなきゃだからね。え、もう6時早い。今日は6時15分まで配信します。これでも変に座るとさ浴衣あとついちゃうから、アイニャに借りてるやつだから。正座した、あれ正座したら映んないんだけど、お姉さん座りで失礼します。そう、昨日はみはる浴衣だったね。でも私本当にもう自分じゃ何もできない。今日もうみんなに助けてもらった。みはるもすごい手伝ってくれたし、写真撮ってくれて、浴衣もちょっと手伝ってくれたし、もう着付けなんてみゆみゆに全部やってもらったし、もう本当になんか改めてメンバーに助けられて私は活動できてるなって感じた一日でした。スイカたくさん、かわいい、ありがとう。あ、クマ、クマ久しぶりに見た、ありがとうクマ、ありがとうクマ、ありがとうございます。あ、しゃべり会も半分終わっちまった終わっちまった、え、もう終わっちまった、半分早くない？半分終わっちまうの、あと半分しかないの。なんかでもやっぱさ、おしゃべり会始まると毎日あっという間に感じる。7月入っておしゃべり会始まって、もう8月後半ですよ。いや嘘です、それはちょっと盛りましたけど、もう8月終わるよ最高最高、ギフトありがとう。最高かよ、おいえいえい、ありがとうございます。もう、え、もう4日しか、え、悲しい。9月みんな絶対来てね。あ、また8月も20、あ、8月でも申し込まっちゃったから、皆さん9月に絶対に来てください。最後のラストチャンスです。多分追加来てね、シャーピンの時あったしね。あー、じゃあちょっと今日せっかく15分までの配信なんですけど、せっかく浴衣を着ているのでちょっと歌って終わりにしたいと思います。久しぶりカラオケ配信、最近やってなかった。どっこいしょ、わー、いて、足がずっと痛いえ、今おじさんいた、今おじさんいたよね。かわいいな、浴衣。あ、やばい、シワついちゃった、アイナに怒られる。どっこいしょ、うん、それでは歌います、久々に。
やばい、マイクついてるのにガンってやっちゃった。久しぶりなのでね、まあ、シンプルに盛り上がる曲がいいかなって思うんですけど、一曲なのでこの一曲に魂を込めて歌いたいと思います。あ、よくかっちゃった。よくかかるとめっちゃ楽や。やばい、めっちゃお腹鳴ってる。帯してるとお腹空いてるの気づかないけど、多分今私はお腹が空いている。お腹が鳴りました。それでは聞いてください。セッツ完了、ミュージックスターティング。久しぶりみんな、久しぶりのディスコ検出です。私のお箱曲です。聴いてください。ディスコ検出、ドゥン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 。そいや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 、最後のチャイムが鳴ったら、そろそろ始めようか。校舎に残っているやつはとうとうと帰ってくれ。うん、そいや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 、職員室の窓に動いてる影はないし、こうなりゃ二人きりで朝まで貸し切りだ。でかいスピーカーを、そいやそいやそいやそう、保健室をディスコに変えて、ベッドの上で踊ろうぜ。上位の君も白衣のままで、ルールなんかゴミ箱に捨てて、ゆるいビート揺れながら腰を引き寄せ、キスキスキスミー。恋は感性さ、そや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 、うりゃおい、うりゃおいミラーボールありがとう。そやそや優しく叱られても、そやそや男になることは子を呼ぶことなんだ。うー、若さが求めてる、そやそやそや、そうバカバカしいほど刺激が欲しかった。保険頭が痛いふりをして、授業中なんてここは天国さ。甘えられる年上の人、ライトチェンジ怪しげに、夢か幻、ダンスダンスダンスも、そや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 、ささ、はいやいやささ、いやささいやささ、それ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 、はいやささ、いやささしか出てこなかった。みんなの前では先生、二人になったら彼女、秘密の
すやすやすや保健室をディスコに変えてベッドの上で踊ろうぜ上位の君も白衣のままでルールなんかゴミ箱に捨ててゆるいビート揺れながら腰を引き寄せキスキスキスミー恋は完成さささ、はいやささ、いやささ、そいやそいやそれ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 うらおいうらおい。あっ、あっ、うりゃおい。ということで久しぶりに。歌わせていただきました。ディスコ保健室どしたどすえごめんなすってなんか歌ったら鼻声になった遅れやすありがとうおおきにそろそろ配信の終わりの時間が来てしまうでせやからスクショタイムしとこうかもうでも髪がボサボサなんやねんな髪がボサボサどすえボサボサなのはちょっと気にせんといてちょっとかわいいかわいい帯を見せたいスクショタイムスタートだっせマジでボサ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 近づくとボサボサなのバレる。オッケー。めっちゃケパケパしてる。ありがとうございます。じゃあ最後ランキング読んで終わります。13位から13位リーさんありがとうございます12位ハコーさんありがとうございますハコーシーさんありがとうございますそして第11位アオイさんありがとうございます10位イノチンさんありがとうございます9位マユちゃんありがとうございます8位トラキチさんありがとうございます7位勝利さんありがとうございます6位みーさんありがとうございます5位かずみねさんありがとうございます4位赤シャチさんありがとうございますそして3位シーカーさんありがとうございますそして第2位グッチーさんありがとうございますそして第1位ブルーパンパンシュウちゃんありがとうシュウちゃん第1位ですありがとうございますということでうちはそろそろ時間の末もううちはよ浴衣脱ぎたいねん実はもう朝から来とってなほんま苦しいねんお腹が髪もボサボサやねん今日はたくさん撮ったからもう脱がせていただきます
ありがとうございました。おおきに。ということで、今日もありがとう、2日間ありがとう、おしゃべり会楽しかったで、楽しかったで、ありがとうな、ありがとう、ほな切るで、ありがとうございました、ほなまたな、ほなさいなら、バイバイキン、ありがとう、間違えた、ありがとう。